こんばんは、ポン太郎です。今日は2018年1月のブルームボックスのレビューをしていきたいと思います。それでは、どうぞ。まずはこちら。はい、こちらは、チェントンゼのエクストラオリーブオイルヘアクレンジングというシャンプーですね。ヘアトリートメントとシャンプーが一緒になったものですね。で、これはサンプルのパウチなんですけども、 10ml 入っているパウチですね。これが多分5本ぐらい入ってたのかな。それを使った感想なんですけども、これはね、泡立たないシャンプーで、洗っている時にすごくしっとり感のあるシャンプーでした。で、これだいたいこういうパウチって2回分ぐらい私の髪だったら使えるんですけど、これは泡立たないタイプなので、これも一方でやっと足りるぐらいでした。結構馴染むのに時間がかかるので、ゆっくりねシャンプーをしたい時にこれを使うのおすすめですね。で、少しスースー感があるんですけど、そこまでねすごくさっぱりするっていうわけではないですね。もう本当にしっとりタイプのシャンプーでした。で、きしむこともなく、トリートメント効果を感じることができました。これ1本でね、本当に髪の毛もしっとりするので、すごく良かったなと思いました。まあ、これね、現品がね 250ml で6000円する商品なので、結構お高めなので、まあ現品は買えないんですけど、すごく良かったなって思いました。そしてこちら、はい、こちらはフワリエのヒートプロテクトアレンジスプレー。で、これはね、アイロンとかドライヤーの熱をカットしてくれるスプレーで、あとはセッティングのスプレーとしてもね使えるものなんですけども、私はアイロンとかはしてないので、セット用のスプレーとして使ってました。香りがね、フローラルの香りで、すごくいい香りがします。でね、私パーマをかけてるんですけど、そのパーマをねキープする力があったので、これは良かったんじゃないかなと思います。ガチガチに固まるわけじゃなく、程よくキープしてくれるので、で、香りもね良かったので、私は結構気に入りました。まあ、熱からダメージをね与えないようにするスプレーなんですけど、まあ、別にねアイロン使わないから、コテとかね、そこの部分は私からしたらいらない部分だったかなって思います。そしてこちら、はい、こちらは一点コスメのつぶつぶクレンジングですね。こちらは 30g のサンプルだったんですけども、これね、クリームがザラザラしてるものが入ってるんですよ。なので毛穴のね中まで洗ってくれてる感じはありました。で、メイクもウォータープルーフも普通に落ちるので、すっきり落としたい方におすすめですね。でもやっぱりそうやって毛穴の中までしっかり落としてくれる感じがあるっていうことは、お肌には刺激が強いので、まあ少し突っ張るところはあります。まあでも毎日じゃなくても週に1回とかね、そういう感じでね使うのにはいいんじゃないかなと思います。本当に顔がねすっきりするので、毎日じゃなくて週1とかで使うクレンジングとして使うのはいいんじゃないかなって思います。はい、そしてパウチで入ってたんですけど、もう使ってここにないので、ここら辺に出しとくんですけども、こちらですね、このね、さっきのこれと同じ一点コスメの泥練り洗顔ってやつかな、を使ったんですけど、これもねすごくすっきりする洗顔だったんですよ。肌がキュッキュッってなる感じですね。で、泡立ちも良くって、もう泡もモコモコでした。でもこれを使ったらやっぱりこれと一緒でちょっと乾燥するかなって思いました。まあね、本当にすっきりしたい時用っていう使い分けで使うのはいいんじゃないかなと思います。毎日やるとね乾燥がすごく気になってしまうかと思うので、すっきりしたい用として使うのにいいんじゃないかなと思いました。そしてこちら、はい、こちら最近よく見ますよね。
オムニサンスのフェイスクリームですね。こちら 10ml のサンプルだったんですけども、これは香りがね、やっぱりホワイトティーの香りでいい香りがします。で、しっとりするんですけど、そんなに重くないクリームで使いやすかったです。こんな感じなんですけど、クリームというよりはジェルっぽい感じがしますね。はい。なのでさらっと使えるので、ペタペタもそんなにしないので、まあ顔にね、一幕重い蓋があったら結構ストレスを感じることがたまにあるんですけど、それをね、感じることのないフェイスクリームで、なのにしっとりしてるので良かったんじゃないかなと思います。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはゾエオブスイザーランドのエクストラリッチクリーム、ナイトクリームですね。保湿用のクリームですね。で、これね、なんかね、クリームなのかわかんないんだけど、こんな感じなんですよ。なんか、なんて言えばいいんだろう。こうやって取れないんですよ。あんまり。わかります？なんかギリシャヨーグルトみたいな感じ。わかるかな？でもこれはスパチュラで取って使ってたんですけど、本当にクリームクリームしくないクリームで、さっぱりと使えるクリームでした。すごく、さっきもだったんですけど、さらっとしてるので使いやすかったですね。重みをそんなに感じないので、夏用のね、保湿クリームとして使うのいいんじゃないかなと思います。でね、香りがね、なんか甘い香りがするんですよ。でも、このゾエオブスイーツアランドさんは、奇跡のリンゴの、なんかリンゴのね、エキスを使った、エキスだったかな？を使ったメーカーさんなんですけど、リンゴの甘い香りなのかわからないですけど、そんな香りがします。まあ、これとね、こっちのクリームどっちが良かったかって言われたら、私はこっちの方が軽くてね、好きだったかなと思います。ただね、冬場にはちょっと物足りないっていうところがあるので、これはね、夏用として使っていこうかなって思います。レビュー品は以上になります。今回は、保湿系かつスッキリ系がすごく多かったなと思いました。まずね、フェイスクリームが2つも来るなんてね、驚きでした。まあ、ほとんど使えるものだったので、今回は当たりのボックスだったんじゃないかなって思います。まあね、今月のボックスもね、すごく楽しみにしているので、早く開けたいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。